はい。今回はセールス五輪の書ですね。ランディングページを決定づける、ランディングページの成果を決定づける一貫性の流れについて見ていきます。で今回お伝えしたいのが、ベネフィットですね。最後である、ベネフィットという項目について、詳細に見ていきましょう。ターゲットの悩みというのはこういうもので、それに対して行動する先入観ですよね。まあ、解決法はこれだと思い込んでいる常識的なものに対して、いや、実はこうなんですよ。そうではなくて、こうなんですよ。と反論して。 で、それをね、実現するのが商品サービスです。で、商品サービスを手に入れると、こういう良い,いことがありますよと伝えるところがベネフィットになります。で、よくね、特徴ベネフィットかのように言ってしまう方が多いんですよ。でも、特徴ってベネフィットじゃないんですよね。例えば、パソコンありますよね。MacBook Air とか。MacBook、薄くていいですよね。あれって、薄いとか、まあ、その軽いとかって特徴なんですよ。形容詞ですよね。特徴なわけです。なので、ベネフィットではないんです。 これをよく言ってしまう方多いんですよね。これ軽いからとかね。これ薄いからって。まるでベネフィットかのように言ってしまう方が多いんです。でも実は違くて、それは単なる特徴なんです。ベネフィットっていうのは、まあ、利益ですから、どう嬉しいかっていうのをね。お客様はそれを手にしてどう嬉しいかってところまで具体的に考えるってことなんです。パソコンの例で言えばね。それは薄くて軽いから、どこへでも持ち運べる。電車移動も楽ちんになる。 作業効率が上がるっていう方がね、どう嬉しいかですよね。そっちまで落とし込んで考えられることがいいんじゃないかなということは思います。でですね、まあ、どう嬉しいかっていうのね、下手に考える上では、何々という特徴を持っているからあなたはまるまるできるって言い方の方が特徴から始まった方がね、分かりやすいと思うので、特徴からこうベネフィットに転換するっていう順番で、こちらベネフィットを考えてみてください。 ベネフィットがどうしても思い浮かばないという方はですね、ベネフィット3つの視点ということでお伝えさせていただいております。まあ、最初がお金がまず節約できますよと。お金がこれだけかかるはずのものがこれだけ安くなりますよっていうのをベネフィットに感じますよね。切り口としてですよ。で、時間が短縮できると。1年かかりそうなものが、例えば3ヶ月でできてしまうってやれば、それ時間が節約。時間というね、まあ、対価っていうのを自分が得られると思うと、これもベネフィットに感じますと。 またはもうシンプルにお金が儲かりますよと、稼げますよという視点ですね。この3つの視点を参考にベネフィットを組み立ててください。